取り組みに対する思いといいますか本気度みたいなものをすごく感じることができました。なんかもう建物の話からどんどん金融まで話が膨らんで、ね、日本だけでなく世界中でこういうムーブメントが起こっててっていう。最後のセッションに聴講させていただいたんですけれども、まあ、ESG ですとか SDGs ですとか新しいテーマについて学ぶことができて非常に参考になりました。Any of the buildings that get to our score of silver, gold and platinum, we give the certification and we celebrate that. 今回のシンポジウムは USGBC と GBJ の共催ということで、上海からノースアジアの USGBC のチームが来てくれて、瞬く間に7社の企業の方からの協賛をいただきました。それだけ GBJ に対する期待と私たちにとっても責任が生じてきているということをひしひしと感じております。ものすごい大きい渦がなんか巻き起こっているというか、気候変動に対してもうノンステートアクターっていう、まあ、その国ではないレベルで自治体とか大企業が、まあ、できることは何でもやらなきゃいけないということに世界的にはなっていて、まあ、日本でもグローバルに展開している企業は同じ意識なので、まあ、気候変動対策をやらなければいけない。まあ、世界では今7割の人口が200の都市を選んで住むようになると。で、世界の主要自治体は自分たちの都市や町が選ばれるためには何をしておかなければいけないのかと。歩行者、自転車の移動がしやすい街になるためにはどうしなければいけないのか、バイオフィリックデザインを街に適用するためにはどういう転換をしなければいけないかということを、都市計画に携わっている街の経営者、自治体の経営者たちは取り組んでいる。環境建築とか建築設備の人たちのものだったリードいや、まあ、ウェルというものが、それを使ったビジネスのパイがもう何倍にもなってきていて、とにかく人が足らないという状況に今なっています。 How are you gonna manage to be a green building? Today's people here had better knowledge to understand the building and sharing this knowledge to lead the market and work together. 来られた方は何か新しい知識を得よう、新しい情報を得ようとして来られてくると思うんですけれども、プラスアルファの収穫を得て帰っていかれる、それが常に皆さんの笑顔につながっているのかなと。例えば建築関係の方が来られたら、その建築に対する知識を得ようというだけではなくて、それを取り巻く例えばお金の流れについて知るですとか、お金の流れあるいは不動産の立場から来られた方が働く人の健康について意外なところで自分ご自分の仕事とのきっかけつながりを見つけるですとか、そういう意外性と、まあ、サステナビリティというのが実はシンプルで一つにつながっているということを体験していただける。 GBJ が開催しているセミナーワーキングでも若い人たち、あと大学生も随分たくさん来てくれていて、興味を持つ世代がどんどん若い層に広がってますよね。それはすごくいいことだと思います。今回初めてその食事そのものがエシカルであるかだけでなくて、フードロスをどれだけ減らせるか、あるいはプラスチックの容器をどれだけ減らせるかというところの方が実はチャレンジが多かったというところが今回の発見でもあり、そして来年の課題でもあります。災害に怯えることのないレジリエントな社会をどうやって作り直していくか、アジアがそして世界が日本の取り組みを共有することを心待ちにしています。グリーンビルディングジャパンは非常に小さい組織ですけれども本気です。